藤原定よりは、平安時代中期の苦行、歌人。藤原北家おのの宮流、県大納言、藤原近藤の長男。かは、聖人、県中納言。中古三十六河川の一人。小倉百人一種では、県中納言定より。観光四年末に元服して、十五一下に除釈し、年が明けて自重に任ぜられる。観光六年目にこの絵少々に任ぜられると、 少々を務める傍らで、観光7年生5位した観光9年中4位したと昇進する。昭和3年に宇宙弁と文官に転じると、昭和6年生4位したクラビと頭に助任される。在任中の官人2年休中で、軍員中に、ミニコノエ少将藤原兼房から暴行を受ける事件に巻き込まれている。一方で、官人3年男女、不必、源、 秋貞を調笑した際、摂政、藤原頼道の発言を引き合いに出したため、頼道の歓喜をこう無理この年の後半、謹慎させられている。なお、この事件の背景には、藤原頼道、乗道の兄弟の対立も原因であったという。同年末には、謹慎が解け、同じ、倉人頭の藤原京通りと、参議人間を激しく争うが、共通の公人を拝して、 左中弁への昇進に止まった。この人事に対して定よりは失望し、地目後初めての決生に持参している。翌官人四年三義県右大弁に任せられて、苦行に列す。治安二年十三位、治安三年左大弁検体を経て、長元二年検中名後に任せられる。長元三年聖領殿での縁において、御前作文の退院を命じられた際、 不正を行っていることが発覚した上に、さらにそれを誤魔化そうとしたため、漢博、藤原寄道から、不正直と批判されている。県中納言昇進後は、長略2年中2位、長級三年生2位と少女はなされるが、10年以上に、わたって、嫌韓なしに据え置かれた。この状況の中、長略3年、藤原寄道の反対を押し切って、内大臣、藤原範道が、 娘の育子を、ご鈴作天皇の皇宮に受代させた際には、他の天上人らが寄り道に遠慮した結果、受代に参列する。天上人はわずか5名であったが、貞よりは県中納言、藤原京通りと共に参列に参加している。長久四年兵部教を兼ねるが、翌長久五年六月九日に、病のため出家。監督二年一月十九日皇居。年 少し軽薄な性格であったようで、葬式部内史にやり込められた逸話が残っている。相模や第二三位などと関係を持った。音楽、度胸、書の名手であり、容姿も優れていたという。長元5年の上等門院、秋子菊合わせ、同8年の関白左大臣、寄り道歌合わせなどに礼。5週和歌集以下の直線和歌集に45週が、日州、 歌集に、貞頼り集がある。一条天皇の大井川行行のお供で和歌を読んだ、時のこと、父の金藤も同行していて、貞頼の歌の出来栄えを心配していた。すると貞頼の番になり、髪の句を、水もなく見え渡るかな大井川と読み始めた。まんまんたる大井川を前にして、水もなくとはどういうつもりだ、なんという不重宝な、と金藤が思っていると、峰の紅葉は、 雨と触れどもと朗々と下の句を読み上げた。そのあまりの見事さに、金藤も嬉しさをこらえきれず、思わず会心の笑みを漏らしたという、苦行部人による、尊卑文脈による、ウィキメディアコモンズには、藤原定頼に関するカテゴリーがあります。県中納言定頼に関するカテゴリー、ありがとうございます。